どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、この見てください、いい感じ会議中という感じなんですけど、ドタバタしてます。今まさに、G ラボ本拠地の名古屋でですね、 G ラボ会議を、ミーティング、の濃厚な、打ち合わせをしておりました。はい、 G ラボ代表上田氏でございます。こんにちは。冒頭にも上がってもらって、で、はい、せいちゃん、G ラボの、スタッフ、若きスタッフせいちゃん、しずちゃんでございます。こんにちは。はい、もう今日ね、もう 朝10時から、もう濃厚ミーティングを繰り返しておりましてですね、やっと一段落ついたということなんですけど、お知らせです。いよいよ2024年、7月だな、7月分の、G ラブウクレレ販売予約期間の再開のお知らせでございます。毎月毎月、毎月中盤、中期後期ぐらいに、募集の期間になるんですけど、日付はですね、7月19日金曜日のお昼ちょうど正午より、G ラボウクレレとして販売予約受付スタートになりますんで、明日ですね、だからね。はい、で、いつものようにいろんな、ラインナップがあります。旅レレ、ヴィンテージシリーズ、ブラックビューティーモデル、薄レレ、もう山ほど、もうみんな知ってるよね。どんなのがあるんだろうと分かんない方、概要欄にね、詳しく貼ってある URL 載っけとくのと、そこのページで、明日のお昼から販売ができるんで、販売と予約がありますんで、チェックしておいてください。在庫があるものは即発送、在庫がないものに関しては、ご予約いただいて即発送、到着したいということになってますということなんですけど、今回はですね、ちょっとちょっとせっかくここに来てるから、僕の家ではなかなかできないことをちょっと、じゃあ見てください。セミオーダーウクレレっていいよっていう話をちょっとこれしてます。これ見てください。これセミオーダーウクレレのこんなのができますよっていうサンプルなんですけど、これ色はすごいね、これ何色って言うんだろう、これターコイズ、インディゴ、インディゴ、わ、ジーンズのブルーみたいな色なんだな、メイプルで。こんなのもね、世界で一本のウクレレとして、この木目とかすげえ、これメイプルで、はい、こういう緑もいい、これ緑、これちょっと見せてあげてカメラに、抹茶色の素敵なグリーン、これもセミオーダーならではですよね。カラーバリエーションすごいあるんですよ。で、なんでぜひ皆さん、セミオーダーね、まあ、G ラボの、普通のレギュラーのウクレレもすごくいいんだけれども、なんか、自分だけの世界に一本のウクレレもおすすめだよということで、今回の期間は特にね、割引があるということではないんですけれども、G ラボのこのセミオーダー G オーダーぜひなんかこれを機に知ってもらえればいいかなと思って、もうサイズとか普通のウクレレたちもね、フレット何フレットかって選べるんだけども、それに比べて色とか、ここのところの木材をね、木材とか貝のやつをなんか選べたり、指板も選べたりとか、いろいろ選べるんでね、はい、その、Gラボで、Gラボのこのセミオーダーどんなことできるかって概要欄に貼っとくんで、そっちもチェックしてもらいたいということで、Gオーダーちょっと今日はご案内させてもらいましたと。で、これみんな知ってるのかな、これ旅レレのケースってこれですよ。この超薄い餃子の皮みたいな、これが旅レレのケースです。今ここにそういえばこれちゃんと公開してなかったね、ケースは開発中ですっていうところで終わってたの。これが旅レレのケースです。いいでしょう。で、あとね、ちょっとこのポップアップショップ、あ、じゃない、ポップアップショップじゃねえや、今は、ウクレレの再販売のちょっとお知らせだったんですけど、明日ですよ、お昼からね、お願いしますということです。これにちょっとご注目。はい、ね、ポップアップショップが、島村楽器市川コルトンプラザ店特設ブースで、見て、8月10日から8月18日、この期間ずっとやってんだよね。はい、で、わがままウクレレ、薄レレ、旅レレの展示がしてあるということで、ぜひこの期間中にこのね、市川コルトンプラザに行ってもらうと、試し弾きができます。で、もし、これ、購入もできるのかな、購入もできます。なんで、もし、これ、予約になっちゃうものもあるかもしれない。予約になっちゃう、そうだね。思想はできる、はいはいはい、ということで、このポップアップショップはちょっと新しい試みでね、スタッフがいないんですよ。なんで G ラボのウクレレたちが皆さんお待ちしてて、まあ、だからここの島村楽器店さんの店員さんがちょっとご対応いただくということなんですけど、初めてのね、ウクレレだけのポップアップショップということで、これもかなりね、いいと思いますね。夏休み真っ最中だね、これは暑いけれども、ぜひ皆さん、初の試み、真夏のウクレレポップアップショップ、この市川行ってみてくださいというご案内も、させていただきますということなんですけど、G ラボのウクレレたちってさ、ちょっと待って、はい、ここにもあるんだけど、はい、これコンサートの普通の
薄レレじゃないやつとか、まあ、いろんなラインナップがあるんですけど、どんな音するか、そういうのも気になるでしょう、どんな音色なのかなみたいなやつ、ガズが試し弾きしている動画が あるんですよ、再生リストで。それ概要欄に貼っておくんで、どんな音するのかな、ブラックビューティーとかガズモデルとか、まあ、普段ね YouTube でガズが演奏動画出してるから、まあ音大体わかると思うんですけど、それ見てもらって、でね、ガズレレ G ラボのウクレレっていうのは何フレットまでフレットが必要かなとか、ピックアップがついてるとかついてないとか、これここでねアンプにつなげるジャックがついてつけるつけないとか、いろいろね選べるんですよ、普通のウクレレを購入していただいても。そのことについてこの時間からめちゃくちゃ詳しく解説している動画貼っつけとくんで、この動画の後ろにね、ちょっと初めて見る方は、ちょっとそれもちょっと見てもらうといいかもしれないなというふうに思いますということで、まあちょっと駆け足で説明してきたんですけど、7月分の G ラボウクレレの販売は、明日7月19日金曜日のお昼からですよということで、よろしくお願いします。今旅入れってどんぐらいで来るのかね、11月、ちょっと先になっちゃうんだ、11月、すいません、もうでも本当にねベトナムでもモジャ君たちがもう本当もうね、あの ひちこいて大切に、まあ、生み出しているんですけど、でもそれだけやっぱ皆さんの大反響で、いてくれるということね、これ旅入れでね、厚さ2センチ、はい、これがまたいいウクレレなんだよね、はい、まあなんでこれをまああるんですけど、他にもいろいろウクレレあるんでですね、ぜひ G ラボのウクレレあのいろいろチェックしてください、概要欄に貼っておきます。そしてそうだ、これを今するんですかね、このせいちゃんが持ってるこのウクレレを含むこのセミオーダーで、この間のイベントなんだっけ、オンラインイベント、G ラボ祭りか、オーナー様限定、そうだそうだ、はい、そこで、抽選で2名の方にね、うん、G ラボウクレレのセミオーダー当たったんですよ、プレゼント。でそれがどんな風に選ばれたか、はい、それをねズームで撮ってるんですよ。なんでそれのね動画を G ラボの YouTube で、公開します。いつ公開になるかというと7月18日の、多分18日の夜か翌朝、編集によるんですけど、でそういうことでその動画ぜひ見てもらうと面白いんで、概要欄に G ラボウクレレの YouTube チャンネルの URL 貼っておきますから、ぜひおまけに YouTube のチャンネル登録もお願いいたしますということなんですけど、はい、そっちもね、見てもらうと面白いかなというふうに思います。てなこんてな感じでですね、今日はちょっとそのご案内だったんですけど、いや今日もいいミーティングでしたね。これからまあいろんな新しい情報がまたちゃんと整理してね、はい、皆さんにご案内できるように、進めていきたいと思いますので、また G ラボガズレレの活動を、よろしくフォローアップよろしくお願いしますということですね。であとさっきも言ったけど、ウクレレどうやって選べばいいかはこの時間この後ねすぐつけとくんでよろしくお願いします。それでは明日のお昼、3位販売、チェックよろしくお願いします。じゃあねー。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのはガズレレ公式ホームページの下の方にですねこのバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですねちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初にこの初めてウクレレというウクレレについてはフレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです、で唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけどコンサートサイズがありますね、それと販売の時にアマゾンとかでもこれも販売できるようになってるチューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。でそれ以外の G ラボの、わがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですねサイズの違いですね、はい、これは、薄レレ同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ、はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズコンサートサイズ、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調を選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど一応ソプラノコンサートテナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですねここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですねこのピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといってこれ穴があって、ここにね
ね、コードを挿してアンプにつなげられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうかこうケーブルにつないでアンプであの PA 音響に、ま、たあの通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片やちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットはここまであるでしょ。フレットのこれ見てもらうとフレットがあの分かる、ギリギリまでフレットがあるのとね、ほら全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはねもっとあるんですよ。何フレットまであるかというと10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい、これ何が違うかというと、まあ、あの高音の方が弾けるわけですね。こういうふうに、はい、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくあのやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。あのプレイスタイルによって選べると。ざっくりですけどモデルによってねちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんですよ。ここに行ってもらうとそのモデル、例えばあのガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると、選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、あのセミオーダー、 G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですねかなり自由度高く選べるようになってます。そして私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないっていう風に思う方、スタッフがですね相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんなあのお問い合わせ、あのプレイスタイルとか相談して、スタッフが皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまああの知らないね、選べるって言ってもどんなのか分かんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽にあの相談していただければというふうに思います。 G オーダーはですねもう本当ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあ、さっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがねこの G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よー間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さとこのプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあ、さらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですねあのガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にねあのいい音です。よくなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどんどん良くなってくるんです。いろんなこと、音も良くなってくるし雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきてなんか。